ジョアンはアベランジェことジャンマリー・ホスタン・ゴド・フロワド・アブランジュ。博士は、ブラジル・リオデジャネイロ出身の人物。スタンリー・ラウスの公認として、国際サッカー連盟の第7代会長を1974年から1998年まで務め、ゼップ・ブラッターを公認とした。また国際オリンピック委員会のメンバーでもあった。アベランジェの父はブラジルで新たな生活を始めるために、 ベルギーを離れ、父は、アベランジェが17歳の時に死亡した。アベランジェは若い頃、水球や水泳などいくつかのスポーツで成果を上げ、特に1936年のベルリンオリンピックでは、水泳選手として出場した。また、アベランジェは1952年のヘルシンキオリンピックで水球のブラジル代表チームに選出され出場した。 1958年から1975年に、かけてアベランジェは、ブラジルスポーツ連盟の会長を務め、さらに1955年から1963年の間は、ブラジルオリンピック委員会のメンバーでもあった。1974年に、スタンリー・ラウスを破り、フィファの会長に就任する。1998年までの24年にわたる、 在任期間中は、サッカーの商業化を推進する一方、商業化により獲得した資金で、各世代の世界大会を創設するなど、サッカー更新地域の発展に力を入れた。アベランジェは、ブラジルのスポーツ特別功労勲章、ポルトガルのエンリケ公会王子勲章、スウェーデンのワッサ勲章、スペインのイサベル女王十字勲章など多くの勲章を受けている。 1998年には、フランスワールドカップ開催の功績などにより、レジオンドヌール勲章を授与された。また同年には、フィファの名誉会長に推挙された。アベランジェは、晩年に、リオデジャネイロで家族と共に暮らした。アベランジェは24歳の時に、法学博士号を取得し、バス会社王とビアスをジャッパクアラの弁護士として、働いた。現在、 アベランジェは別のバス会社であるビアスを込めた S。A で取締役の職にあり、またオーウェック・キミカ・イメタラジー・アルトダの上級パートナーでもある。クルーベ・ドストレーゼが運営し、バスコダガマの優勝に終わった2000年のブラジル選手権は、アベランジェの名を冠したコパジョアン・アベランジェとして開催された。 2007年のパンアメリカン競技大会のために建設された競技場はアベランジェの功績を称えてエスタディオオリンピコジョアン・アベランジェと命名された。また、エスタディオ・パルケデュー・サビアとして知られる競技場の正式名称もアベランジェを記念したものである。FIFA のマーケティングパートナーであった ISL 社の破綻に伴う国際的な資金疑惑に関してはアベランジェの名前も挙げられ。 サッカー界に議論を巻き起こした。IOC は、フィファ会長時代のアベランジェの不正な金銭受領疑惑について調査を進め、2011年12月8日の IOC 理事会で追放を含めた厳しい処分を下すはずだったが、12月1日にアベランジェが手紙で辞任を申し出たため、処分は見送られた。2016年8月16日、ブラジルにて100歳で死去。 ありがとうございます。